マトは、水臓に発生する内分泌腫瘍の一種であり、インスリンの一方的かつ過剰な分泌を引き起こす。大部分は、ランゲルハンス等 B 細胞由来の腫瘍である。80から90%が、単発の良性選手であるが、転移を伴う、悪性腫瘍も5%程度存在する。対微部に発生することが多く、70から80%を占める。 水内分泌腫瘍の発生頻度は、水腫瘍全体の1から3%と低いが、その中では最も頻度の高い疾患である。インスリノーマの年間発生率は100万人あたり1.4人で、年齢を問わず発生する。患者の約6割は女性である。インスリノーマの切除に成功した最初の症例が報告されたのは1929年のことである。正常であれば、 血糖が低下すると、水 β 細胞からのインスリン分泌が抑制され、クルカゴンをはじめとする血糖値を上昇させるホルモンが分泌され、糖心性が刺激される。血糖値は常に80から 100mg d l リに維持されるが、この使用がある限り、分泌抑制に異常があり、低下してもインスリンの分泌が続き、それに伴って低血糖症状を引き起こす。 インスリノーマにおいては、体重が一方的に増加し続ける。2年間で体重が 37kg も増加した症例がある。体重の一方的な増加は、インスリンの過剰分泌が原因である。インスリノーマにおいては、低血糖症及びそれに伴う形で、高インスリン血症、うつ病、めまい、意識喪失、転換発作、意識障害、脳卒中様症状。 神経障害といった神経学的症状までも引き起こされる。インスリノーマにおいては、抗インスリン血症に伴う形で、頭痛、腹祉、霞目、錯乱、異常行動、市民、健忘症、発作、昏睡、発汗脱力感、空腹感、心鮮吐き気、熱、不安、動機が見られる。水臓内分泌腫瘍における最大のものが、 インスリノーマであり、そのうちの10%は多発性であり、悪性である。インスリノーマの最適な治療法は、外科手術による切除であり、取り除くことで寛解する。インスリノーマを切除した後の患者は低血糖症が、なくなり、体重は大幅に減少するが、切除した後でも再発するリスクはある。インスリノーマは、内因性高インスリン症に関連する。 低血糖症の最も一般的な原因である。長時間絶食することにより、内因性高インスリン症を検出し、再発性低血糖の原因として不適切な形で上昇したインスリンの分泌を検出できる手段となる。インスリンの濃度が高い状態では、体は一方的に太り続けていく。これは、その人がどれぐらい食べたか、運動していたかどうかは何の関係もない。 ウィップルの三印が認められ、他の空腹時低血糖を引き起こす疾患が除外された時に疑う。インスリノーマが疑われた後は以下によって診断が進められる。早期に診断、発見されることで外科手術を行い、腫瘍が切除されれば症状は消失する。切除後一時的に糖尿病状態となる。多くは2週間ほどで正常となる。ありがとうございます。